アルマビルは、ロシアクラスのダール地方の都市でクバン川の左岸に一致している。クラスのダール地方では、州とクラスのダールに次ぐ産業都市であり、交通の要衝でもある。人口は2009年現在で188,286人。1839年、クバーニ地方に住むアルメニア系民族、チェルケ疎外の人々が、この地に移住し村を築いた。当時は、 アルミアンスキー・アウールという名であったが、1848年にアルメニアの古都アルマビルに敬意を表し解明され、1914年1月18日に都市としての地位が与えられた。1875年にはロストフナ・ドヌからアルマビル・ウラジカフカスを経て、バクーに至る鉄道が開通し、さらに1908年にはアルマビルからトゥアップセへの鉄道も着工した。 1918年から1920年までのロシア内戦ではボルシェビキに対してアルメニア人や山岳民族などが立ち上がり数多くの残忍な戦いが近隣で繰り広げられたがやがて閉廷され1920年3月にはアルマビルにソビエトが成立した1941年から1945年までの第二次世界大戦時には アルマビルもドイツ国防軍に占領されたが、1943年に解放された。アルマビル周辺は、肥沃なことから、食品化工業が広く行われている。20世紀後半から、機械や生産設備などの工業も発達している。また、鉄道の要衝でもあり、ロストフナ、ドヌからバクーへ向かう路線が通るほかトゥアプセへ向かう、支線がある。 両路線とも北カフカース鉄道支社が運営を行っている。都市交通機関は1973年より整備され、トロリーバスやマルシュルート化が重要な役割を担っている。また、ロシア軍のミサイル早期警戒システムのレーダーが維持されている。ありがとうございます。